はい、こんにちはくんです。ということで、今回は学生時代に皆さん、まあなんか黒歴史というか痛い思い、あの妄想みたいなのしませんでした。この発端になったのは、下沢くんのツイートで、中学の時自分が幻想郷に飛ばされる妄想してた、きつい。海名がリプライで、教室に特殊部隊突入してきて救っちゃう妄想みたいなこと言っててさ、そういうのをみんなしたことがある。俺はある。ちなみに特殊部隊っていうのはテロリストとかが多いよね。基本的にテロリストは一回は男の子の教室には突入してくる、脳内で。はい、ということで下沢くん作った、何これ、待って、行くぞアスナちゃん。もあのもう分かった。世代なのそれの。あ、でもそうか。ソードアートオンラインって いつだっけ。あのさ、自転車こいでさ、学校行く途中とかさ、音楽聴きながらさ、なんかちょっと PV っぽく思ったりしたことやっぱりありますよね。まあキッズあの PV しません。で、電車の中で音楽聴いてなんか PV ごっこしません。一人 PV ごっこってしたことないっすか。あるある。一人 PV、 一人 PV やったことある人あるでしょ、みんな。一人 PV はある、ある。お、みんなあるでしょ、 PV やることあるよね。脳内で PV の出演してるつもりになってオープニング再現とかするでしょ。いや、するよね、絶対。絶対するでしょ。なんか、なんでもするよね。なんの。チャリンコこぐと洋楽流しながらの時、映画の主人公やってる。あ、やる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 。全然やる。俺もやってる。なんなら今ですらやる、俺。あの、30歳になったけど、まだやるから、それ。多分みんなずっとやると思う。ずっとやる。やる人はずっとやる。今もやってる。はい、次行きます。うまい、妄想の、なんか、妄想の作り方がうまい、マイクラ内での。小中学校の時よくやっていた妄想。いじめっこした、俺三段飛び降り、出たぜ。いじめっこ上、すげえ、おい、コウタン、お前一番の上の段から飛び降りてみろよ。僕、いや、こんな高いし危ないよ。いじめっこした、お前は怪我しようは知ったこっちゃねえよ。あの、ここまで現実じゃないですか。妄想というか。あの、ここまでほぼ現実って感じするんですけど、大丈夫大丈夫、危なくないから。俺この前やったことあるし、やっぱりやりたくな。いじめっこ上、ドン、コウタンを突き落とす。なんかすごい細かい妄想だな。あ、血だらけになった。どちゃが受け身ぐらい取れよあのこれいじめのシーンじゃないぞ。おい、なんか言えよ。おい、なんか血出てね。コウタン息してないぞ嘘だろ。いじめのレベルじゃないのしゃジャッジいじめのレベル超えたって言ってる。もう犯罪これ。ここでいじめっ子は罪悪感を抱きます。あー、なるほどなるほどなるほど。あー、やりすぎた相手を後悔させる妄想か。は、僕飛んでるぞ、幽霊になってる。え、幽霊の力で仕返しをしてやる。いじめっ子をぐちゃぐちゃのギタギタにします。袋音符展開変わったこういう感じの妄想よくしてました。自分が虚弱体質になって少し危害を加えられたら、体の一部が取れたり死んだりし、相手に罪悪感を抱いてくれているという妄想をして最後にやっつけるという。これ授業中とかに妄想してたん。俺このタイプの妄想したことないな。やりすぎた相手を後悔させる妄想ってあんの？ある、ある。いじめられっ子はあると思う。俺あんま本格的にいじめられたことないからな。俺いじめ回避するのなかったから、あんまりいじめガツガツにいじめられたことはないね。ちょっといじり、あ、この調子でいくといじめられるな、やべえなと思って回避したことはあるけど、ガツガツにいじめられたことないから多分そっち派じゃないな。妄想したことない。あのコメントでなんかすごい闇深いコメントがある。いじめじゃなくても親族間でもやったりするよって。親族間でこの妄想すんのかあのなんか普通になんかこうなんだろう、あの今日のご飯はカレーだよぐらいのノリで言われてもちょっと。じゃあ次で西戸くん、
みんな偽物で自分が見えてないとこではみんな動いてない、みんながロボットか、あるいは僕を騙、あはははは出た、なるほど、扉の向こうの人は動いてない、あーわかる、あこの人立場では向こうの人は全く動いてないってやつね、開けた瞬間動くっていう、この妄想してると自覚しているのもまた妄想で、そう妄想してるのもまた妄想で、あなんだっけ、思考のなんかこう なんかそれちゃんとこれ哲学用語であるはず、思考のなんたらみたいな、思考の永久回帰だっけな、無限回帰みたいな、なんかねこれあるはず、思考してることを思考して、その思考を思考してみたいな感じの無限回帰みたいな、ちゃんと言葉があったような気がする。これ結構ありがちじゃない、よくみんなやらない、なんか後ろに世界ないんじゃないか妄想みたいな、これやってるときめっちゃ怖くなるね、家で一人のときとか、パソコン向かってる最中とかさ、後ろめっちゃ気になったりしない、これをやっちゃったときすげえ気になる、今でもする、これ今でもします、あの30歳になりましたけど今でもするので、あのこれ全然あの普遍的な妄想です、人類の。朝日くんは授業中にやって焦ったのか、うん、朝日くんは受験前だから別の意味で焦った方がいいかな。次行こう、カエル、なにこれ暗っ、何これ、大丈夫かエル君これ。嫌いな教師をいかにバレずに殺す、もしくは重傷を負えるかいくつも考えました。怖っ、陰湿だな、なんか陰湿だ、闇不景なんかこれ、怖いもんこのカエル君、なんかやるでしょ、やんねえよ、やんない、やんない、いやーでも中二病の種類によってはやるのかもな。考えてたって人もでも配信にもいる、めっちゃわかるとか。え、これ対象は教師のみなの？嫌いな人。あー。次行こう。あー、闇深いそうなのが一個ある。あの、音やべえんだけど、クリボ。みんなと遊戯王で遊ぶ。そんな妄想。それだけでよかったのに。もうこれ、もう悲しすぎる。もう悲しすぎる。悲しすぎるよ。見て。あ！ブルーアイズ、レッドドラゴン。あの、ごめん。ブルーアイズはホワイトドラゴンなんだ、クリボー。仕方ないじゃないですか。違うんだ、クリボー。お前やってないだろう。やめろ、トラウマ。それトラウマになる。話合わせたらバレたやつか。みんなと一緒じゃなくてすいませんでした。まあこれを見ている50人クラフトを見ているみんなも、まあ、クリボー先輩に続こう。クリボー先輩みたいなこう境遇の人がいるだろうけど、みんなクリボー先輩も今元気に生きている。クリボー先輩に続こう。長月、何これ、ボン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 。中高の頃空から女の子それはしたことない、いやそれはしない、あのそれはしたことない、普通にキャッチすると2人とも潰れちゃうので、高校で学んだ物理の知識をフル活用してうまく回転する感じに力を流さなきゃいけないなみたいなことを考えてました。多分無理です。あ、長月これ掴もうとしてんのか、うわ危ないみたいな、かわいい、なんかこれ妄想者長月、制作協力ゴリラビ、いいなぁ。次、ドギギ、可愛い女の子に告白されて思いっきり振る妄想してた。うわ、きっつ、きっつい。背徳感というか、ねじくれてんな、こいつ。エッチな妄想とかだったら、なんかこの手のはいっぱいあったけどな。ワイダッシュ。異世界から転移してきたというガチガチの中二病でした。何これ。え、なんか王国議会みたいな感じじゃないこれ。異世界の自分は君主制国家のゲッツ軍部出身、戦果を上げて出世、ナンバー2の摂政として国の実権を全て握ってる設定でした。自由帳にその国の憲法を考えて書いたり、その世界での自分の活躍を漫画にしたり、作りながらめちゃくちゃしんどくなってきた。隣国への宣戦布告となる声明を発している。あのさ、この建築からさ、ガチガチに妄想してたのがさ、よくわかるよね。だから結構他、なんか、
あのさ、あの、摂政っていうのは王様とかじゃなくて、ちょっとナンバー2、3ぐらいあたりっていうのがいいよね。この辺でなんか議会の人たちがいるみたいな。ちゃんと作り込まれてるよね、なんか。しっかり。なんでこの年になってマイクラで再現。ちょっとリアル設定なのいいね、なんか。権力闘争とかに巻き込まれ始めそうなところがなおよし。俺、こういう系のなんか異世界系のなんか妄想はしなかったかもなぁ。なんかあんまりファンタジーに興味なかったんだよな、そこまで。ファンタジーものみたいなのに。だよな、もう、多分、俺の興味の対象は、何だったっけな、中学校の頃。インターネットにその頃からどっぷりになっちゃったんだからな、俺中学校の。8年ぐらい前か。隣の席の中二病の女の子に、インターネットのやばい奴らがいるとこ知ってる ?2 チャンネルって言うんだけどさ、とかって言って教えてもらった。あの子、何してんだろうな。何これ、球技大会、ありがち。ありがちですね。ってことは、無双ってことは、できなかった感じの、あれですね。コロナで中止。あ、ちょっと悲しい。しかも最近の妄想っていう、これ。あの、最近の現在進行形の妄想じゃねえか、これ。遊べたらよかったのになーって、なんか可愛いな、なんか。いいな、可愛くて。ファンタスケ。当時小学校の僕はランマ2分の1のアニメで主人公は屋根を軽々と飛び越えるシーンに感化され本気で飛べるとし信じて気力でジャンプしていました。逆に木の上から落ちて筋力を鍛えようとしていました。結果骨は丈夫になりましたが、短足にありました。いやでも可愛い妄想は。まあ妄想の質としてはかなり可愛い部類に入るから OK。あ、ベノム君痛い妄想してそうだな。ね、これ妄想大喜利。当時は小学生頃だった私はバイオハザード2をやっており、そこに登場する T ウイルスやアンブレラ社の生物兵器に興味を持って真剣にゾンビなどが作り出せないか妄想しておりました。当時バイオなどでこういうテーマに興味を持ったことが今の生命科学分野で研究してるとも関係あるかもしれない。確かにお前はなんか実現できそうだぞ。生命科学分野でちゃんとドクターまで進んでるから頑張ってゾンビ作ってよ。頑張って T ウイルス作ってくれ。でも、進路に影響してくるっていうのは結構あるよね。なんか創作物が進路に影響するのは、割とありがちな気がする。だからなんか大事な気がする。こういう創作物とかエンタメに触れるのって。じゃあ今の、くんのコンテンツなんか見てるキッズたちは一体何に影響されて何になるんだ?さっきの、プロゲーマーになって、やめて、YouTuber になる ?R のジャジャ。何これ?普通の世の中でいきなり道路の真ん中にうんこしたらどうなるの?やってみ?やったらいいじゃん。やってみたら?面白いかもよ。怖い。ものは試し、今すぐできるよ。妄想じゃなくて、まだ現実に変えれるよね。なんかさ、絶対にやりたくない妄想とかさ、してしまうことない。あれなんか病気でなんかね、強迫神経障害みたいな、なんか病気の一種みたいな、なんか俺聞いたことあるな。なんか絶対にしたくないことをしたくなっちゃうみたいな。なんか家族全員殺すみたいな妄想とかをやっちゃうみたいな。絶対それしようと思ってないことを、なんかこう、妄想の中で勝手になんか想像しちゃうみたいな。あれなんか、なんだっけな。なんかあんま良くないらしいよ、精神的にあれって。なんだっけな、俺なんかこの前見たの、ネットフリックスなんか見た。なんかやりたくないことをなんかこう、最悪なのを妄想しちゃうみたいな。なんかパニック障害に なった人のなんか話とかで、人とそれで話せなくなっちゃうみたいな。その家族で、なんかそれをやっちゃって、家族をなんか、めちゃめちゃに殺しちゃう妄想をなぜかしちゃって、で、それが、こう家族の顔と結びついちゃって、なんか家族の顔は見れなくなって、みたいな、そういうなんか、神経症になっちゃったみたいな人の話見た。あれやっちゃうよね、でも。わかる、なんか。なんか、でもやっちゃう。何なんだろうね、あれ。なんか死にたくないのになんか、こう、なんだ、これ、電車飛び降りたらどうなるのかな、とかさ。なんか今、これ電車で、この運転手を刺し殺したらどうなるかな、みたいなの、なんか、わかる。絶対やんないし、やりたいと思ってないのに、なんかこう、今、バスの運転手ぶん殴って、高速道路をガッてこう、ハンドル切って落ちたらどうなるかな、みたいな。すげえやっちゃうよね。何なんだろうね、あれ。中二病の残骸なのかな?
なんかわかんなくない？なんか中二病の残骸じゃない気がするけどな。中二病とかだったらそれで無双するとか、警察相手に、無双するみたいな、バキの宮本武蔵みたいに無双するみたいな、警察相手に、みたいなのだったら、まあ中二病かなって感じだけど、なんか全くそうじゃない。中二病チックじゃないなんか。まあ、不思議だよな。ちょっと、専門家がいたら YouTube のコメントで書いといてください。次、下沢。何これ、ここ。ここは、頭打ってる、下。道、俺はさっきまで教室にいたはず。くっさ。そうだ、突然謎の空間に俺だけ吸い込まれて、とりあえず歩くか。再現度高い。あ、この妄想を してたのか。下沢くんは。白霊神社。え？何それ。あれ、この場所どこかで見たような。そうだ、思い出した。霊夢さんがいる。あ、知ってる。マリサ。マリサのやつだろ？お、知ってるぜ。マリサのやつな。マリサと、なんだっけ。ということは、俺は幻想郷入りしまったのか？やば。あー。うわ、下沢くんさ。下沢くん。さあ、レームさん本物だ。見てられない。いや、もう長くねじゃない。顔もスタイルも私好みで強そうでいい感じの男ね。出た、意味もなくヒロインに気に入られる男主人公。リアルの現世で、何のうだつも上がらなかったのに、なぜか転送先でめちゃくちゃ気に入られて、女に囲まれまくる謎の展開。この細かさ小説書いてたんじゃ。お、なんかプロは指摘してる。私と一緒に暮らして異変を解決しながらラブラブ同棲でもしない？レイムさんがいいなら大丈夫ですよ。うおー、俺とレイムさんが同棲して異変解決？じゃあ一丁幻想郷救っちゃいますか。きつー。プリーズウェイト。あー、すいません。待ってろで、まだあるらしい。まだ続きあるらしい。もう無理。まだある。まだある。そう、世界救うまであるらしい。これ絶対さ、小説書いちゃうでしょ、これ。設定詰めすぎだろ。これで動画一本、下沢の脳内小説完全再現してみたっていう。TP 来て。あ、はい。あ。救っちゃいますか、ボソボソ。うわ、下村また独り言してる。あいついつもきしょいよな。うわ、こっち見んな。ああ、学校がすごいちゃんとリアルに再現されてる。中学時代の下村くんはガチガチのキモータインキャ。下村時也くんはガチガチのキモータインキャ。大好きだった東方プロジェクトの世界に行く妄想していたよ。幻想郷の下村くんは非常に優秀でかっこよくて、女の子たちがぐしょぐしょに濡らすぐらいのナイスガイという設定。マジで黒歴史。他にも急に校内に侵入して暴れ出した不審者を僕がボコボコにしてみんなを救う妄想とかしてたよ。はあ、ここなら静かに妄想できる。トイレ。くそ、ゴミオカメ、いつも俺をいじってきやがって。でも俺の頭の中には幻想郷と可愛い東方キャラたちがいるから平気なのさ。きつ。今行くからね、レイムちゃん。きつ。いや、この大喜利にかける思い違いすぎた、エンド。いや、なんか、思いが違いすぎた。さすがだな。いや、すごかった。やっぱこの大喜利にかける、なんか熱量が違いすぎた、ちょっと。すごい熱量だった。台本見て長さに驚いた。熱量高かったな。一回きりの建築にしてはもったいない。終わろうか。